マッキントッシュってあのコートがやっぱり有名ですけれども、私にとってはマッキントッシュの中で一番惹かれるのってコートそのものよりもやっぱり生地の背景にあるストーリーだっていうふうに思っていて、であの陶芸もあの粘土とガラス質の融合で一つのものが完成するんですね。の素地は粘土でできていて、それに釉薬っていうのをかけて、それが2つの異素材が一つのものになっていくっていう、それで焼き物が完成するんですけれど、マッキントッシュの生地ってそのコットンとゴムっていうその2つの素材が折り重なって一つのものになって出来上がっているっていう、そういう背景の話を知っていると、すごくその生地に対して自分のその仕事とつながる一つの、まあ、ポイントを見出せるような気がして、たまらなく心がワクワクするというか、こう異素材が一つになるってすごい本当は大変なんだよねっていうのがなんか自分の中で、ある意味分かってるところもあるので、すごく惹かれる部分だなっていうふうに思います。あとはやっぱりイギリスの伝統的な技術であるっていうことと、陶芸も日本の伝統を技術であるので、そういう伝統を重んじながら新しいものづくりをしていってるっていうところで、まあ、洋服と器って言って全然ものは違うんですけれども、なんか私もそういうところで少しマッキントッシュの考えに近づけていけたらいいなっていうふうに思うような存在だなと思います。